何が楽しくて何が悲しい自分の気持ちがわからない今日はそれを解決しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介してますはい、えー、僕ミスターオカチはこれまで1万人以上の子供と大人の生きる力を育んできました 自分らししく生ききるたためのサポートをしてきたんですその経験を通じてえ本音で生きるためそして自分らしく生きるためには7つの壁があることが分かりましたその1つが自分の気持ちが分からないこれです周りの顔色を気にして周りの期待に応えてばかりいると自分のここここここがね 気持ちがね感情がねわからないんですよ何が楽しいかわからない何が好きかわからない何がやりたいかわからないそれでは人生が楽しめません今日は自分の気持ちを知るための四つのライフスキルを紹介したいと思います 自分の気持ちが分かれば自分で楽しいを選べて人生が楽しくなります。生きることが嬉しい。そんな毎日を過ごせるんです。ですから最後までご視聴ください。はい、ということで普段このチャンネルではねまさに あなたが自分らしく生きるそして本音で生きるためのライフスキルそして考え方行動習慣を紹介しています良、えー、ければチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNS でも発信しておりますので概要欄からご覧くださいはいということで、えー、やっていきましょう自分の気持ちを知るための4つのライフスキルこちらですね1ご機嫌になる2ネガティブを味わう3 モヤモヤを書く4アウトプットモード1ご機嫌になるねこれね僕はね自分の気分をよくすること以上に大事なことはないそういうふうにね言い切ってるんですよ。自分の気分の状態を上げること以上にねこの世の中にこの人生で大事なことはないってそのように思ってるんですよ。 ね、自分の気分が良くないと自分の気分の状態がぐっと上がっていないと、ね、やっぱね力湧いてこないでしょ、ね、エネルギー湧いてこない行動しようっていう気力がね湧いてこないじゃないですかだからねまず自分の気分の状態を良くするんですよでそうしないとなんやろ不安なこととか怒りとかムカムカとかねそういう嫌な気持ちで自分の体が支配されてしまってなんやろう 自分が本当に何が言いたいのかって分かんない。ま,まさに自分の心に何やろう黒い雲がかかってる状態ですよ。だから分かんないですよ。見ようとしても分かんないですよ。真っ黒しか見えないですよ。だからですよ。だからですよ。できる限りたくさん自分の気分を良くすること。望みを 叶えるということななんんででですすよよねちちっゃ望みいいい喉たら飲むかいなと思ったらかくこんなんで OK ですよ自分とねちっちゃな約束をしてそのままえていくのでもええしその時その時今あなたが何がしたいかなんですよ今この瞬間にやりたいことをやるちょっとね首かゆいなと思ったらかいたらいい首凝ってるなと思ったらえっとね揉んだらいい、まあ、そんなレベルでいいんですよそうやってちっちゃなことから自分の望みをどんどん叶えていくと 自分って望みを叶えられる存在なんだってねえそういうね達成感が湧いてくるし自信がねついてくるんですよねそうなるとですよそうなると何やろえ自分のやりたいことっていうのがねどんどん見えてくるんですよねあこれも叶ったからあれもできるんちゃうあれも叶ったからこれもできるんちゃうって言ってどんどんねやりたいこと好きなこと自分の気持ち楽しいことが見えてくるんですよだから自分の気分を良くするそしてご機嫌になるということこれ大事です 2つ目、えー、っとネガティブを味わう。ついつい嫌なことがあったりムカつくことがあったり悲しいことがあったらそれを考えないようにするとかねそれをマスクするとかねすぐにポジティブに考えよう前向きに捉えようってねすぐにそのネガティブをなかったことにしたりネガティブをマスクしてしまうそんなことはありませんか はい、僕がそうやったんですけどねそうするとね自分がどんな時に腹が立つのかどんな時に苦しんでるのかどんな時にムカムカするのかがねマスクしてるか分かんないんですよだからですよそのねネガティブな気持ちを味わうんですよネガティブの大切なあなたであり大切な僕なんですよね僕の一部なんですよそこを否定してしまったら自己肯定感が育たないんですよ ネガティブな気持ちも、ね、ポジティブな気持ちも全部全部大切な僕大切なあなたなんだからそのネガティブな気持ちがあったらそれを味わうんですよ。はあ僕は今怒っているはあ僕は今腹が立っているなぜならあのあいつが順番抜かしたからなぜなら上司が言うことを聞いてくれないからねこうやってねネガティブな自分を味わうんですよ。 ネガティブな自分とね、直面したら、それをね、実況中継する感じですよ。あ今まさに僕は、えー、怒っています。<laughs> なぜなら、えー、大好きなカレー屋さんが閉まっていたから、みたいな感じでね、自分を実況中継する感じ、ちょっと自分を俯瞰してみる感じ、そんな感じでネガティブをね、えー、ちょっとね、えー、味わうんですよね。味わう。そうするとね、どんな時に悲しいのかとかね、自分の気持ちがもっと分かるようになります。そして3つ目。 もやもやはね大事ですよあのねもやもやっていうのはねえっとマスクされていた自分の本音の声が聞けるチャンスなんですよ内なる自分の声なんですよもやもやとかざわざわとか違和感そう感じた時にねそれをねえっとねもうこれも同じなんですけど味わうんですよねその時に立ち止まるんですよもやもやもやを感じたら立ち止まってそれをね真っ白にね紙書いてね 紙に出してね、ペンで書くんですよ。もうどんなもルールがいいですよ。もう思ってることどんどんわーって書くんですよ。で、それを後で見てみて、あ、こういうことでもやもやしてんねやって自分がわかるとスッキリするし、自分の気持ちがねもっともっとわかるようになります。もやもやを感じたら立ち止まる。これです。はい、そして4つ目。 アウトトプットモードでで生きるとということです、ねはい、えー、ついめちゃめちゃ情報あるじゃないですかこの情報化社会でねもういろんなところからいろんな人がメッセージを送ってくるそれをね受けて受けて受けてばかりいると。 ね、それを処理,処理することでもう終わってしまって自分の気持ちがね自分の気持ちがここやとしたらそこにうわーってこう情報が、ね、うわーって積み重なって分かんなくなるんですよだからですよそのアウトプットするってことですはいもう情報を入れたらアウトプットするっていうのもそうやしインプットする時も何か目的を持ってインプットする来週会議で発表するから発表するための資料を作るためにアウトプット資料を作る、えー、インプットをするとかね ねえっと、プレゼンをうまくなりたいだからプレゼンをうまくなるための本を読もうとかねなんかねそういうふうに何か目的を ビンってアンテナを立ててその目的を達成するためのインプットをしていくやみくもにインプットしてたら、ね、パンクしちゃいますだからポンってアンテナを立てて何かアウトプットする日にちそしてアウトプットすることを決めてそれに向けてインプットするそしてアウトプットをするってことが大事ですよ実際にアウトプットするでそのアウトプットもただ学んだことをアウトプットするだけじゃありませんあなたの考察です はい、考えてること気持ちも添えてアウトプットする、はい、そうすることでね得た知識情報っていうのが自分の過去の記憶とか自分の気持ちとかとねづいてより記憶されるようになりますで自分の気持ちもねより分かるようになるんですはいということで今日はあなたがあなたの気持ちを分かるようになるための4つのライフスキル行動習慣を紹介しました1つ目、えー、ご機嫌になる ああななたの気分を良くするこことと以上に大事なことはありません、ね、自分の気分をどんどん良くするそのために小さな望みを叶えていくということそうすることで本当に自分が、えー、本当に自分が大切にしたいことっていうのがね見えていきます2、はい、つ目、えー、ネガティブを味わう、ね、ネガティブっていうのは自分の望みを知る扉なんですよねそこの扉を 鍵をかけてマスクするんじゃなくて扉を開けて味わう実況中継したり、えー、今自分がどんな出来事があったからどんな気持ちになったのかっていうのをちゃんと頭の中で整理するこれ大事ですよね3つ目もやもやを書くもやもやざわざわ違和感立ち止まるんですよその時に立ち止まって白い紙出して書きまくる はい、そして4つ目アウトプットモードです。闇雲の闇雲にインプットじゃないアウトプットする日を決めてからピコンってアンテナを立ててそれに関するインプットをするそしてアウトプットするときはあなたの考えそしてあなたの気持ちも添えてアウトプットするということです。はいということで、えー、今日はね自分の気持ちを知るための4つの行動習慣を紹介しました。何か1つでも参考になることがあれば 今今日かかか。ら、らこの瞬間からやってみませんか僕も、ね、全部できていませんでした全部できていなかったけどこの4つを、えー、実行することで自分が何が好きなのか何が楽しいのかそしてやりたいことが見えてきたんです、はいえー、僕はあなたが自分らしく生きることを本当に心から応援していますので一緒にやっていきましょう はいということで、えー、今日の配信でちょっとでもためになったなとか勉強になったなとかおかっち頑張れってちょっとでも応援していただけるなら高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです、えー、普段このチャンネルではね、えー、あなたがあなたらしく生きることを応援するためのスキルやったり習慣であったり考え方であったりメソッドであったり、えーまあ、雑談を、えー、紹介してます、えー、ちょっとでも興味持たれたれ方は チャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいです。はい、ジエンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。See you.